松崎です。精神科医の松崎康介です。精神診療プラチナマニアだとか教養としての精神学の松崎です。今日は公園でちょっと撮影をしてみてます。今日は衰退外露症状についてお話しいたします。精神症状ではないです。だけども精神科に関わるものであれば、医療者であれば知ってなきゃいけない常識として、あとは医療系の学生さん、医学生、看護学生など、これも知らなきゃいけないテスト対策としても、というわけで早速参りましょう。本格的な精神学を分かりやすく解説いたしましょう。衰退外露症状、これ精神症状じゃないのになぜ知らなきゃいけないのか。精神科でよく用いられる向精神病薬、統合失調症だとか双極性障害で使われるお薬、あれでですね、副作用として生じることがあるので、その副作用に気づくため、対処するために知らなきゃいけないんです。パーキンソン症候群とジスキネジア、ジストニア、そしてアカシジア、この4つそれぞれを知っておきましょう。パーキンソン症候群、パーキンソニズムからお話しいたします。薬も何も使わず出てきてしまう、主に高齢者に生じるパーキンソン症候群、パーキンソン病というのがありますよね。あるいは薬がなくてもです。今回言ってるのは薬で生じるもの、パーキンソン病じゃないです。パーキンソニズム、パーキンソン症候群、どんな症状なのか知っておきましょう。パーキンソン症候群、例えばですね、相手の力抜いてください、はい、曲げ伸ばしさせてください、くにゃ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 、はい、いいですね、ですよね、普通ね。しかし、はい、力抜いてください、はい、あれ、なんか曲げ伸ばしするときに力抜いてます、なんか抵抗感がありますね。これです。太めの針金でも曲げるかのような抵抗感が生じる円管用というものもあれば、なんか途中でガカガカカなんか抵抗感が生じる歯車用もあるんだけど、筋強合固縮、英語でリジディティと呼ばれるもの、そして動作がゆっくりになるというもの、おじいちゃんおばあちゃん、まあ、筋力も低下するので動作が遅くなったりするのありますよね。これ向精神病薬の副作用として、筋力の問題じゃなく動作がゆっくりになってしまうことがあり、パーキンソン症候群の症状の一つ。そして新鮮、おじいちゃんおばあちゃん手が震えてるイメージないですか、あの理由の一つがパーキンソン症候群、まあ、パーキンソン病的なもの。そして向精神病薬の副作用でも手が震えることがあります。そして流涎といってよだれが垂れてしまうことがあります。これ結構強いパーキンソン症候群の時のイメージがあるな。別によだれ、唾液が増えてるわけじゃないんです。唾液はむしろ減ってることが多いんだけども、なぜか口の中の唾液、飲み込もうとかいちいち考えなくても自然に飲み込んでますよね。しかしそれが自然な飲み込みが落ちてしまって、口の中に唾が溜まりやすくなる、嚥下障害、ご飯を食べる時などに飲み込む機能が落ちることによってむせてる患者さんとかいたら要注意です。場合によっては餅などを喉に詰まらせてしまうかもしれない。仮面用願望、症状の筋肉が硬くなってしまうというか、ぎこちなくなってしまって気持ちがないわけじゃない、なんだけども表情変化が乏しくなる。そしてこのパーキンソン症候群、何より歩行の特徴を覚えておいてください。前鏡になりやすい、腕の振りは少なくなってしまう、場合によっては腕を振らずに歩いてるかもしれない、歩くのは遅くなります、歩幅が小さくなってしまう。そして姿勢反射障害、姿勢ちょっと崩れても大体普通に持ち直すのが当たり前のこと、それが自然に行われなくなってしまう、なので転びやすくなります。場合によっては姿勢を崩したまんまトトトトッと走ってしまうかもしれない。ジスキネジア、不随運動、別に本人がしようと思ってないのに筋肉は動き続けてしまうものの一つ。特にジスキネジア特徴的なのは後部、口のジスキネジア、オーラルジスキネジアと思います。口をもぐもぐさせていたり、舌なめずりがずっと続いていたり、ベロが出てしまうだとか、ベロがねじれた状態が続くだとか、もぐもぐピチャピチャが止まらなくなるっていうのがよくある典型的なもの。ジストニアっていうのは異常な筋緊張、形成射形、首が曲がってしまう、横向いちゃったまんまになるだとか、これ苦しいでしょうね。あとは姿勢が曲がったまんまになる、イタリアのピサの斜塔みたいなのでピサ症候群と呼ばれたりすることもある、眼球が上向いたまんまになってしまって困るというものがあり得ます。このジスキネジアのキネはキネティック、動きを表すものであり、トニアのトーヌス、緊張、筋緊張を表す言葉、これでキネジアとトニアなんか違うものだというのを覚えてください。アカシジア、これ日本語では正座不能というんですけども、じっとしていられなくなる、座っていられなくなるもの、歩かずにはいられなくなる、主に足がムズムズする、気持ちもそわそわ落ち着かなくなる。
衰退外露症状、動きが減るパーキンソン症候群、そして動きが増えるものとしてはジスキネジア代表的ですね。まあ、赤指示やも動き増えますね。ジストニアも動きというか筋緊張が増えるものです。あともう一つ、まあ、これが衰退外露症状に関係するものとしては紹介しておくと悪性症候群、筋肉がガチガチに固まって、そして自律神経の乱れがあって発汗発熱、意識障害を起こしたりするものというのがごく稀だけどもあり得る。これまた別の動画でも解説しているのでそちらもご確認ください。今日はパーキンソン症候群、ジスキネジア、ジストニア、アカシジア、4つの衰退外露症状 EPS についてお話しいたしました。この動画少しでも面白いと思っていただけましたらチャンネル登録やグッドボタンよろしくお願いいたします。医療者であれば精神診療プラチナマニュアルを、そして一般の方であれば教養としての精神学参考になれば幸いです。というわけでご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。